状況が悪化するまで政治は何をやっていたのでしょうか。この間、感染が拡大をする一方で、必要な措置、十分に取られてきたとは言えない、いや、ほとんど取られてこなかったという状況であります。それにもかかわらず、感染拡大を広げた一つの要因と指摘されている GoTo キャンペーンをそのまま続けるという政府の姿勢であります。これは厳しく追及しなければいけません。専門家からも GoTo は一旦やめて医療機関への支援をしっかりと行うこと、そして PCR 検査の拡充、そして保健所の体制強化、こうしたことも含めてしっかりと感染症対策を行うこと、まず感染症の拡大を抑えることを一番にやるべきだという専門家の皆さんの意見が出されております。そして日本共産党もこの立場に立って感染症の拡大をまず抑えることを最優先に取り組む、そのためにも PCR 検査を徹底的に行って感染震源地へのを明らかにし、そしてそこに対しての集中的な検査、そして陽性患者の方の保護治療をしっかりと行うための体制を整えること、そして濃厚接触者の方々を追跡するトレーサーを大幅に保健所に増やして保健所の体制を強化をすることを強く訴えております。それと合わせて医療機関への財政支援、これも合わせて行わなければいけません。コロナ感染症を抑えるためのこの3つの対策、すぐにでもやらなければいけません。感染症の拡大が大きく広がっている状況、これをそのまま黙って見過ごすわけにはいかない状況であります。個人の努力ではもうどうにもならないところまで感染症の拡大は広がりを見せております。政治の力で感染症を食い止める、そしてこのコロナウイルス感染症が収束をした後は一人一人の皆さんが大切にされるケアに手厚い社会を実現する、日本共産党はこれを実現するために来たるべき衆議院の総選挙で市民の皆さん、そして野党と協力をして新しい政権を作る、政権を取るという強い決意を持っております。今東京担当の選択の書かれたビラをお配りしております。ぜひお手に取って、ご覧いただき日本共産党の政策提案にご理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。沼部駅ご利用の皆さん、ご通勤ご通学中の皆さん、ご近所の皆さん、おはようございます。日本共産党です。ここ沼部駅前をお借りいたしまして、私たち日本共産党から朝のご挨拶、そして政策の訴えをさせていただいております。私は日本共産党区議会議員荒尾大輔です。どうぞよろしくお願いをいたします。今朝は衆議院東京3区予定候補香西克輔さん、香西克輔さんとともに皆様に訴えをさせていただいております。それでは香西克輔さんをご紹介いたします。沼部駅ご利用の皆さん、またご通行中ご近所にお住まいの皆さん、おはようございます。大変朝早くから大きなマイクで失礼をいたします。もうちょっと近い方がいい。私は、おはようございます、衆議院東京3区予定候補日本共産党の香西克輔、香西克輔でございます。今朝はこの場をお借りしまして、地元の荒尾大輔区議会議員と一緒に朝のご挨拶をさせていただいております。今日も一日お勤め、また学校と頑張ってまいりましょう。さて、医療崩壊がもうすぐそこまで来ています。北海道や大阪ではもうすでにそうした状態にあると報道でも言われています。政府はこのような時に GoTo キャンペーンを延長したり、マスク会食を呼びかけたりするのではなく、赤字の病院を国の責任、税金で補填をする、
こういったことがまずもって必要ではないでしょうか。6月に積んだ予備費の10兆円のうち7兆円は手つかずです。このお金を使って病院の赤字今すぐ補填をして病院の経営を助けなければなりません。私の知り合いも知り合いの看護師もこの冬のボーナスが出ないと言って嘆いておりました。看護師が集団で辞めてしまったら患者が増えなくてもそのまま医療崩壊です。おはようございます。医療崩壊を防ぐためにも国の責任、税金を使って病院の減収補填、赤字を埋めなければなりません。ご一緒に医療崩壊を防ぐためにこの声を上げてまいりましょう。おはようございます。私は日本共産党衆議院予定候補の香西克介です。あの医療崩壊を起こしたスペインと比べても集中治療室のベッドの数は半分以下、お医者さんの数もヨーロッパの平均と比べたら半分です。この状況を打破するためにも緊急の病院の支援策が必要です。また退職者の元気な退職者の力を借りること、また早急に育成をすることなど、まだまだ国がやらなければならないことはたくさんあります。どうぞこうした仕事、私日本共産党の香西克介にやらせてください。よろしくお願いをいたします。何よりもコロナウイルス感染を収束させなければなりません。感染さえ収まれば GoTo などと国が旗を振らずとも旅行や食事には皆さん行かれるはずです。何より PCR 検査を徹底的に増やして無症状で無自覚に広げてしまっている方を保護する、これ以外に収束をさせる手立てはありません。また病院や高齢者の施設、学校や保育園、入所者や職員全員に社会的な検査を受けてもらう、もちろん検査の費用は全額国庫負担、こうした点と線での検査ではなく面での検査、これで徹底して未然にクラスターを防ぐ、これ以外に感染を収束させる道はありません。今菅首相あるいは国の大臣たちはマスクをつけて会食をしようとか旅行に行こう、 GoTo キャンペーンを来年6月まで延長いたしました。このようなことで本当にコロナから身を守ることができるのでしょうか。こうした時期に国会を閉じてしまって本当に国民の皆さんの健康を守るための手立てが取ることができるのでしょうか。私たち日本共産党は徹底した PCR 検査を増やすこと、そして無症状や軽症者の方の軽症者の方を保護する施設を確保すること、またそうした感染者の濃厚接触者を専門に追跡するトレーサー、これを保健所に確保すること、こうしたことでこのコロナからコロナの収束を図ろうとしています。皆さんご一緒に力を合わせようではありません。おはようございます。私は日本共産党衆議院予定候補の香西克介でございます。菅首相はこのコロナの中でも経済を守るのだと言って GoTo だと言っています。しかしコロナになる前から消費税を 10% に上げて日本の経済を壊してきたのは今の日本政府です。本当に経済大事というのであれば GoTo ではなく消費税を緊急に減税すること、私は消費税の廃止を目指してまずもって 5% に減税をいたします。どうぞその仕事を私にやらせてください。私は先週末様々な各地回ってまいりましたが、あるペンションを経営される方、昨年の台風被害で1400万円もお金がかかった、
しかしその途端にコロナで休業、国からは100万円、都からも100万円給付金もらったけれども、これでは年が越せないと嘆いておられました。この年末に向けて、そうした個人商店、中小企業の方々、たくさんいらっしゃると思います。今すぐ給付金が必要です。およそ給付金と名のつくもので、まともに私たちの手に届いたもの、あの10万円を除いてあまりないと言われています。対象も狭く、手続きも煩雑です。まずもって必要だと申請された方には給付金を手渡す、こういった政策への転換が必要です。不正を行っていれば後から取り立てればよいだけの話ではありませんか。コロナから経済を守るというのであれば、そうした対策こそが今必要です。こうした仕事は私どうぞ、私は日本共産党衆議院予定候補の香西一輔でございます。医療崩壊がもう目の前まで来ているというのに、小池知事はこの地域や東京都の皆さんの命綱であったあの荏原病院、不採算だからという理由で都の直営から外そうとしています。この後に及んでこの都立病院、公社病院の独立行政法人化をやるというんです。もしコロナになっても受け入れてくれる病院がなくなってしまうという事態に陥らざるを得なくなります。正気の沙汰ではありません。私はちょっと先ほど都議会と連携を取ってこの荏原病院を守ります。ご一緒に力を合わせましょう。おはようございます。私は日本共産党衆議院予定候補の香西一輔でございます。東京外環道の工事、調布市では信じられないような陥没事故が起こりました。地下40メートル以下を掘る工事は非常に影響が出ない、こうした法律の根拠はもう成り立ちえません。であるならばリニア新幹線も同じです。大田区の皆さんの住環境、自然を破壊する可能性があります。このリニア新幹線の再開発、私は真剣な検討、中止を含めて国に求めてまいります。ご一緒に力を合わせようではありませんか。おはようございます。私は衆議院東京3区予定候補、日本共産党の香西一輔です。本日は地元の荒尾大輔区議会議員と一緒にこの場で朝のご挨拶をさせていただいております。大変大きなマイクで失礼をいたします。私たち日本共産党は次の総選挙で政権交代を目指して今全力を挙げています。政権交代を実現して核兵器禁止条約に批准する新しい日本政府を作りましょう。来年1月から核兵器禁止条約が発効されます。国連でも圧倒的多数の国々の賛成でこの条約が発効されることになりました。日本は核兵器を持っているアメリカの言いなりになり、この条約に背を向けてきました。なんて恥ずかしい政府なのでしょうか。日本は唯一の被爆国、なぜこの国は自分たちの国の被爆者を裏切り続けるのでしょうか。私は政権交代を実現してこの核兵器禁止条約に批准をする政府を作りたい。皆さんご一緒に力を合わせましょう。おはようございます。私は衆議院東京3区予定候補、香西一輔でございます。本日は地元の荒尾大輔区議会議員と一緒にこの場での訴え、朝のご挨拶をさせていただいております。解散総選挙は年明け早々の可能性も含めていつ行われるか分かりません。来年9月までには必ず行われます。私たち日本共産党、次の選挙で政権交代、野党連合政権を実現しようと呼びかけています。皆さんご一緒に力を合わせましょう。
衆議院であと100議席、実にあと100議席ひっくり返せば野党連合政権は実現します。どうぞこの東京3区では私日本共産党の、ありがとうございます、香西克輔、香西克輔を市民と野党の統一候補として国会に押し上げてください。そして比例代表ではこの野党連合政権実現しようと呼びかけます。日本共産党を大きく伸ばしてください。今東京の比例ブロック定数は17議席ありますが、日本共産党はそのうちのたった2議席なんです。どうぞこの野党連合政権実現するために政党助成金も一切受け取らない、党を作って98年一貫して平和と自由と民主主義を貫いてきたこの日本共産党、野党連合政権のエンジン推進力としてどうぞ伸ばしてください。よろしくお願いをいたします。おはようございます。私は衆議院東京3区女性候補、日本共産党の香西克輔、香西克輔です。コロナの感染拡大、医療崩壊はもうすぐそこまで来ております。にもかかわらず政府は病院に何一つ手を差し伸べない。6月に予備費10兆円積んだはずなのに、まだ7兆円は手つかずのままです。コロナの患者を受け入れた病院ほど多くの赤字を抱えて、看護師の皆さんに一時金すら出せない、こうした経営の病院も少なくありません。これでどうして医療崩壊が防げるのでしょうか。一律の GoTo キャンペーンなどはやめて、飲食業や観光業に直接補償しましょう。また病院にはこの予備費手つかずの7兆円を使って赤字補填を今すぐやろうではありませんか。医療崩壊を防ぐ、命を守るためにご一緒に力を合わせましょう。おはようございます。私は衆議院東京3区予定候補、日本共産党の香西克輔、香西克輔です。本日は地元の荒尾大輔区議会議員と一緒にこの場で朝のご挨拶をさせていただいております。それでは荒尾区議にマイクを渡します。沼部駅ご利用の皆さん、ご通勤ご通学中の皆さん、そしてご近所の皆さん、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました日本共産党区議会議員の荒尾大輔です。今朝はここ沼部駅を駅前をお借りいたしまして、日本共産党からの政策の訴え、朝のご挨拶をさせていただいております。今朝は日本共産党の衆議院東京3区予定候補、香西克輔香西克輔さんとともに皆様に訴えをさせていただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。コロナウイルス感染症の拡大が広がっている中で、皆さんの命を守るそうした基盤が非常に弱い、脆弱であったということが明らかとなりました。ここ大田区はかつて区内に4カ所保健所がありました。今では区役所の中に1箇所だけとなっております。コロナ感染症が拡大を広がる中で、各4つの地域庁舎にいる保健師さんが兼務発令が出されて、本庁舎の保健所とそして地域の地域健康課、この両方を兼務して非常に大変な激務の中で感染症対策に当たっています。この間大田区はじめ、そして東京都、国もそうです。効率化ということでどんどん保健所の体制削ってきました。東京都内でも多くの保健所が削減をされて、非常に体制が脆弱になったという経緯があります。今の体制のままでコロナウイルス感染症に手を打つことは非常に厳しい状況になっております。保健所の保健師さんたちの勤務時間調べてみますと、過労死ラインすれすれの非常に長時間の残業を
勤務時間だったということが明らかとなりました。このような体制では区民の命も守れません。そして何よりもこの保健所の保健師さんたちが持たなくなってしまいます。このような非常に脆弱な保健所の体制、そして医療機関も含めて、これをすぐにでも強化をしなければいけない。そのための財政支援、すぐにでもやらなければいけません。国や東京都に対してこの医療機関への財政支援を強化すること、そして保健所の体制を強めるためにための人の配置、そして財政支援なども含めて行う必要があります。守られる命が守られなくなるというこの大変厳しい状況の中を何とか手を打つためには、保健所の体制強化も含めて PCR 検査の徹底的な拡充、そして陽性患者の方の保護治療を行うための医療機関への支援、これが必要であります。日本共産党はこの感染症の拡大を食い止めるために、この間繰り返し提案を行ってまいりました。また日本共産党太田国団もこの間区長と教育長に対して11回の緊急要望を行ってきました。私たち日本共産党の要望、区民の皆さん、そして医療機関の皆さんから寄せられた要望をもとにして、こうした提案を行っております。すぐにでもこれを実現し、コロナウイルス感染症拡大を食い止めるためのお手立てを打つことを大田区はじめ各行政機関に強く求めるものであります。医療崩壊がすでに起こっている、おはようございます、という地域もあります。これを食い止めるために私たち日本共産党、おはようございます、皆さんからの声しっかりと受け止めて、そして行政に働きかけて政治を動かすために力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今私が手に持っておりますこのビラ、ぜひお手に取ってご覧ください。感染症の拡大が深刻になっている、そうした中で検査を徹底的に行い、保証もしっかりと行うこと、そして感染症拡大の一つの要因となっているこの GoTo キャンペーンをすぐにでも停止をすることを強く求めております。政府の責任で実行をすること、これを強く訴えるものであります。ぜひお手に取ってご覧ください。よろしくお願いをいたします。このビラには QR コードもありますので、ぜひお手に取ってご覧ください。市委員長の記者会見の動画に直接アクセスすることができます。ぜひお手に取ってご覧いただき、日本共産党の政策提案をぜひご覧いただきますようよろしくお願いをいたします。大田区委員会は先日おととい7日に第4回の定例議会が終わりました。コロナ感染症の拡大が広がっている中で会期の延長も議決をされましたが、7日に全ての議案の審議が終わった、議了をしたということで第4回の定例議会は終わりました。各補正予算、そして各議案が提出をされて議決をされました。こうした中で感染症が広がりを見せている中で会期も延長したから、それに対しても議論をするべきではないかということで、不十分な中で、大田区議会が終了したということになります。大田区の役割は区民の命と暮らしを守ること、そして福祉の増進であります。そのために大田区が果たすべき役割は、この深刻なコロナ禍の下でも、コロナ禍の下でいかにして区民の生活を守っていくか、区民の命を守るのか、これが一番今やらなければいけないことであります。それにもかかわらず大規模事業などに再び多額の予算を次年度予算でつぎ込もうとしております。一つ例を挙げますと、真空光線浜浜線については今予算編成の段階ですけれども、予算要求の中で10億円の基金への積み増しを行おうとしております。このコロナ禍の下で
それでもなお新急行線のを進める今急いでやる必要のないこの計画に10億円資金積み増しを行おうとしている、こうした姿勢は改めなければいけません。また次年度予算にこの予算が10億円積み増し予算が計上されるということになればこの問題について徹底的に追及をしようと思います。コロナ禍が深刻になっている、そして区民の皆さんの生活、中小町工場商店の営業が厳しくなっている中で新空不要不急の新空港線に10億円さらに積み増しをすることなど区民の理解を得られるとは到底思えません。すぐにでもこの新空港線計画は一旦悪質撤回を含めて再検討をする必要があります。東京都との協議もほとんど進んでいない状況です。そうした中で新空港線にさらにお金を積みます、予算を計上するということはやるべきではありません。一番にやるべきことはコロナウイルス感染症対策で区民の暮らしをしっかりと守り支えることに金を使うことです。そして医療機関、福祉施設、保育園、学校への支援を強化をすること、これを強く訴えてまいります。私たち日本共産党は皆さんの命と暮らしを守るこの立場でコロナウイルス感染症対策をしっかりと行い、区民の皆さんの命と暮らしを守るためにあらゆる手立て、そして提案を行い、皆さんの暮らしを守ってまいります。そしてコロナウイルス感染症が収まった後は一人一人が大切にされるケアに手厚い社会の実現を目指して日本共産党は全力で頑張っております。今の菅自民党公明党政権に国民の命と暮らしを守る政治はほぼ不可能になっている状況であります。今のままでは皆さんの命もそして暮らしも守ることはできません。来たるべき総選挙で私たちに日本共産党は政権を取るこの強い決意で今全国各地で全力で頑張っております。ここ東京3区では香西克助さん、私の隣に立っております香西克助さん、ぜひとも国会へと送り出してください。皆さんの思い、そして願いを実現するためにコロナ感染症対策しっかりと行い、そしてコロナが収まった後のより豊かな社会実現のために日本共産党をぜひとも応援してください。そして周りの人たちに日本共産党のことをもっと知らせてください。どうぞよろしくお願いいたします。今お配りしておりますこのビラもぜひお手に取ってご覧いただき、日本共産党の政策そして提案にご理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。それでは日本共産党衆議院東京3区予定候補香西克助さんをご紹介いたします。おはようございます。ご紹介いただきました私日本共産党衆議院予定候補の香西克助です。来年は6月に都議会議員選挙、また衆議院の総選挙はいつ行われるか分かりません。来年をご一緒に政権交代の年にいたしましょう。アメリカの次は日本です。デマや差別で人々を分断し対立を煽ってきたトランプ大統領は選挙で引きずり下ろされました。アメリカの次は日本です。ご一緒に野党連合政権を実現いたしましょう。ここ大田区東京3区から私日本共産党の香西克助を市民と野党の統一候補として国会へ押し上げてください。野党連合政権実現をと呼びかけます。日本共産党を比例代表で大きく大きく伸ばしてください。よろしくお願いをいたします。コロナの感染もう大変な事態になっています。医療崩壊が起こっている地域もあるんです。菅政権
我慢の3週間など